ちらにご注意お願いします。今日は混んでる。あ、そうなんですよ。混んでるんです。すいません。職業。あれ、君、この間うちの撮影現場にいた子だよ。お疲れ様です。地元ここ群馬県の方で、うん、じゃあ帰んないの。ね、うん、いや帰ってやんなよ。両親寂しがるでしょ。いろいろな。石橋さん、はい、どうぞ。よし、田中さんどうぞ。オーダーつけたよ。お疲れ様。じゃあエクストラの皆さんはこちらで記念品お配りしますね。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お伺いします。市村君。黒口、久しぶり。こっちは年覚えてる。うわ懐かしい。6年ぶりぐらい。 お前ここに就職したの。いや、まさかまだやってんの役者。マジか、ウケる。そんだけやって泣かず飛ばずなんだからもう無理だって。俺らみたいに早くご就職しないと。マジで人生詰むぞ。ああ20代はまだいいよ、夢やってても。でも30じゃん俺ら。夢じゃなくて現実見る年だろう。それがまだバイトってさ、ごめん頑張って。私はまだ続けてほしいと思ってるよ、俳優。え、私は諦めちゃったからさ。今印刷会社入ってるの、小さいとこだけど。でもまだ胸張って飲まれないんだよね。なんで？ちゃんと仕事してるじゃん。いや、なんかさ、まだちゃんと好きでこの仕事やってるわけじゃない感じだって。そんなやつが名乗っていいのかな。胸張って好きだって言えることを仕事にしてるあんたを、だから私はかっこいいって思って。辞めちゃった私の分もあんたは頑張ってね。ずっと応援してるから。はい、じゃあ辞めちゃった私の分もあんたは頑張ってね。ずっと応援してるから。少し行き後ろ。え、久しぶり。ミキ、悪いな、こんな時間にいるよ。俺の知り合いでまだ入るやつ、お前しか知らない。あのさ、お前の事務所所属者とか募集してないから、もうエキストラでもスタンデオでも何でもいい。バイトもやめてもいい。俺はもう一度頑張り直したいんだ。好きな仕事を胸張ってやりたいんだよ。職業か。あ、お母さん。あのさ、こんだけ何年もやってんのに全然売れなくてごめん。でも俺、別にいいよそんなこと。そんな簡単じゃないんでしょ。あんたが健康でやりたい仕事で頑張ってるなら、私はそれが一番嬉しい。ありがとう。俺頑張るよ。だから待っててよ。懐かしい。てか見てこれ、ミアバラエティ系の YouTube 始めたっぽい。再生数えぐくない？やば、これ知名度のためでしょ。ほんと必死だよね。いや、ゆえちゃんも可愛いから YouTube 上げたらフォロワー増えそうだけど。私そういうの興味ないんだよね。あくまで女優でありたいって感じ。わかる。俳優のくせに TikTok で踊ってるの見てさ、こっちが恥ずかしいんだよ。俳優だったら芝居で勝負しろって。わかる。盛り上がりすぎ。何歳今何年だっけ。2年です。3年生なので来年卒業って感じです。うん、卒業制作どうするの。映画撮ります。短編の。しょうがないんだったらデジタルタトゥーになるから気をつけろ。キャスティングするとき呼んでくれたら全然出るよ私。ありがとうございます。僕も撮りたいんだよね、学生ぶりに。ずっと温めてたやつだってさ。俺この間ワークショップで感情芝居めっちゃ褒められて。ケイスケが出てたドラマあんま良くなかったよね。ああ、確かにカメラワークおかしかったもん。そういえば私田中監督の映画出てた。マジマジすごく。でもセリフは近かった。すごいよ。ねえ、どうした？乗った？いえ。そういえば、さっき言ってた撮りたいものっていつやるんですか？お金と時間ができてからだな。やるならしっかり準備したいし、まあきっかけ待ちって感じかな。そうなんですか。
先輩、私先に行きますね。私、先輩たちより先に売れますから。は？ YouTuber も TikToker も何にも痛くないです。それバカにするだけで、何にもしてない先輩たちの方がよっぽど痛いです。こうやって群れて飲んでる時にしか語れないことって意味ありますか？大した結果も残してないくせに自分はできる人間アピールやめてください。恥ずかしい。頑張ってる人笑って楽しいですか？私から見たら先輩たちの方が滑稽ですよ。今の自分、親に見せられますか？昔の自分に見せられますか？いつかっていつですか？そのいつかはいつ来るんですか？去年一緒に作品作ってた先輩たちはがむしゃらで、今よりずっと素敵でした。そんなの通用するのは学生のうちだけでしょ。それな。名前聞いました。せっかく誘ってくれたのにすいません。いや、ありがとう。え、僕見ないふりしてた。怖くて自分がダサいように認めるの。学生時代、仁川さんが好きでした。お金も時間も足りない中、夢を目指して楽しそうに頑張ってる仁川さんに憧れました。でも私の知ってる仁川さんはもういなかった。それが少し寂しかっただけです。何に負けてもいいよ、誰に負けてもいい。でも自分にだけは負けんなよ。それくらいならダサい俺でもできるだろう。これがそうかもね。赤ちゃんできた。え、マジか。やったなんてね。嘘だよ、嘘。え、びっくりした。カット。ありがとうございます。お疲れ様、よかったよ。ありがとうございます。次が、いや、やっぱりミキさんすごいですね。監督に褒められてましたもん。まあ、あのセリフの言い方って実は結構難しいが。ワールドカップが撮影呼ばれたメンバーで、セリフのミキさんだけっすもんね。最近調子もいいですし、こんなん売れたりするんじゃないですか。さすがにだろ、これは。まあでもまあ、俳優として頑張っていかなきゃなってタイミングな気がしてるかな。お前らも、いわゆる聞けろ。はい。ゆうたくん、ゆうたくん、何にぼーっとしてんの？ポンポンができてる？監督、今度お時間いただけますか？なるほどね。でもなんか最近調子良くて、正直浮かれてて、その調子の良さがどっか行っちゃうんじゃないかなってちょっと頭をよぎって、彼女に嘘までつかしちゃった。ならその気持ちを伝えるしかないんじゃない？伝わりますかね、今さら。伝わりはするよ。問題なのはそれを受け取ってくれるかどうかってだけで、どっちみちお前にできんのは誠心誠意伝えるってことだけでしょ。続けんでしょ、俳優。続けたいです。でも本当は俳優として生きていくプランが見えてないんです。なんて言ったらいいか、今はただただ俳優をやって生きてるだけって感じで、そんなやつが家族を作っていいんだ。この先も俳優として生きていくって本当に思ってんなら、必要なことは一つだよ。何ですか？覚悟。それだけ。覚悟。芝居上手いやつなんてしこたまいるからね。それでも辞めるやつは辞める。俳優だけじゃなくて彼女さんのことも必要なのはそれなんじゃない？あと一応言っとくけど、お前調子に乗れるほどまだ全然上手くないからな。ありがとうございます。はい、後ろ。久しぶり。あのさ、お前の事務所
所属者とか募集してないから、もうエキストラでもスタンディングでも何でもいい、バイトもやめてもいい。俺はもう一度頑張り直したいんだよ。覚悟。好きな仕事を胸張ってやりたいんだよ。覚悟か。おはようございます。嬉しかったな、この手なんでしょうもない感情が邪魔して、俺俳優続けたい。最初ちょっとしんどいかもしれないけど、絶対この仕事で二人を幸せにするから、ついてきてほしい。三人でなろうよ。お前ブスじゃん。加工した写真を載せまくって嘘の自分で仕事取ってるくせにいい気なんない。は？別に激しく加工してないし、クソ少ないフォロワー数しかないかもしれないようなやつが偉そうに言ってくんの。じゃあお前のその企業案件はどんだけすごいんだよ。何件いくらでやってんだよな。別に激しくしなくても加工したらやってんだろ。そこ否定しなかったもんな。いきなりな言ってんのお前だろ。知名度取って誰からも認知されないから八つ当たりしてくんの。ああ、ほんならお前がほんまクソしょうもない女やってツイッター載せとるわ。ああ、ほんならお前その低い知名度のクソ少ないフォロワーやから別にええよな。マジいい加減にしろよ。そうやんな、そんなんされたらお前がほんまフォロワー数に見合うだけの歌手なら顔の女じゃねえってバレてまうもんな。黙れよ。さっきから何なの。だから仕事もらえねえんだよ。私がこのフォロワー数稼ぐのにどんだけ努力してたか分かる。あんたみたいに何も努力しないのこの子一人だってね、分かんないよね。おい行けよったかよ。おい、こんにちは。最近よく映ったよねこの子。大抜擢じゃないですか。今回感覚的に必要でよく。やったさん、この間スカウトしない。え、マジで。めっちゃいいとこじゃん。すげえよ。でも今の気持ちやめる。お前俺に気使うのに。お前の人生です。はい、ありがとうございます。俺が腐ったのは多分この日からだと思う。よつや、今度よかったら一緒に映像作品作らない？今俳優仲間集めてて。リーガーはそういうのダサいって。役者が映像作ってどうすんの。そんなこと言って何もしない奴の方がダサいんだってさ。後輩に教えられた。後輩。若手は夢見がちだからな。俺合わねえわそういうの。じゃあな。四ツ谷さん。どこ行くんですか四ツ谷さん。四ツ谷さん。何してんだ。ヨツヤさんが行っちゃうから。なんか用あんのか。早く戻った方がいいよ。お前仕事あんだろ。待ってくださいよ。俺と関わんない方がいいよ。お前の評価下がるから。何でそんなの言うんですか。ヨツヤさん、ヨツヤさん、俺のところで降りてくんな。お前とはもう何の関係もないんだからよ。俺に初めて芝居を教えてくれたのは四ツ谷さんです。初めて舞台に連れてってくれたのも四ツ谷さんですし、酒の飲み方を教えてくれたのも四ツ谷さんですし、金がない時に道を掘ってくれたのも全部四ツ谷さんじゃないですか。約束忘れたことないんで。約束。でもさ、別の事務所になってもいつか一緒に仕事しような。お前のこと絶対呼ぶから。はい。これ止まってますから。すいません、お待たせしました。ごめんな、待たせてごめんな。弱い先輩でごめんな。すぐ行くから、追いつくから、お前のとこまで登っていくから、だから少しだけ待っててくれ。いつかお前が俺の後輩だってことを胸張って言えるようにしてやるから。仕事ください。こっちは待つしかできないんだから。もっと気合い入れて俺を営業してくださいよ。営業はやってるよ。しつこい事務所だからですか。だったら俺移籍しますよ。
仕事ないんだったら事務所辞めますから。もちろん大きさもある。でもね、君自身にも問題はあるんだよ。はアンガージュマン以降努力を怠ったのは誰？君が行った現場から態度がでかいって苦言はもらうけど、もう一度出てくれってリピートはもらったことないよ。さっきの仁川君、去年から人が変わったように頑張って、少しずつだけど仕事増えてきてるよ。今じゃ自分でも作品作りたいって言って脚本だって自分で書き始めてる。仁川の話は今どうでもいいんですよ。とにかく伝えました。一緒に飲む。おい、これまで普通の俳優だった俺は、今年アンガージュマンという映画に出たことで一躍注目を浴びた。フォロワー数も一気に1万人くらい増え、こうしてチヤホヤされることも多くなった。あとはこの流れに乗るだけだ。え、ミキもう帰んの？彼女が妊娠してるとか、いろいろやること、ちょっとでも伸びてよかったよ。うん。ミキ、飲みが頼むよ。ちょっとだけでいいから。何？なんかよ。おい、いや。出るから。気にすんな。は、何が？でももし怒るんだとしたら、それは態度を変えた周りのやつにじゃなくて、この1年適当に過ごした自分に怒れ。覚悟を持って頑張り続けなかったら自分を反省しろ。うるせえよ。お前も仕事なくなった俺バカにしてんだろ、見下してんだろ。違うよ。俺も彼女が妊娠するまではダラダラ俳優やってただけだったから。今俺カメラとか編集とかも勉強しててさ、もちろん俳優であることは変わんないんだけどさ、なんていうかやりたいことが増えたっていうか、意地でもこの業界で飯食ってやるって覚悟ができたって感じかな。じゃあ俺こっちだから、お前も何かあったらいつでも連絡してがいいよ。じゃあ本日のオーディションこちらで以上になります。お疲れ様でした。後藤さん、お久しぶりです。五十嵐さん、まあ、5年ぶりぐらいですかですね。あ、そういえば私 AP にいたんです。俳優と制作で仕事は違うけど、同じ日にデビューした後藤さんのこと勝手に戦友だと思ってきました。いや、いつかまたあなたと一緒にお仕事するのは私の目標の一つなんです。俺と？でも俺最近全然ですよ。一緒にやってもいいことないですよまあ後藤さん一回目見ちゃったから余計そう感じますよ。マネージャーにも見放されちゃって、俺の態度のせいで他の現場から苦情も来てるって言われて、こっからまた上がれる気がしてません。それはきっとここいらでバージョンアップしちゃえってことですよ。マネージャーさんもそう思ってるんじゃないですかね。この前急に電話来たんで。そんなもんって？もしよかったら何の役でもいいので後藤に仕事振ってくれませんかって。自分が一番苦しい時に離れないでいてくれた人たちを大事にしてください。また頑張り直せばいいんですよ。私ももっと立場上げときますんで。揺られてる。おぜ、こいつも仲間だから。は、何、何の話？誰こいつ？俺は辞めちゃった私の分もあんたは頑張ってね。俳優やってる一村、今仲間集めてるさ。だから後藤、一緒に映画撮ろうぜ。は、普通の映画じゃなくて縦型の長編映画、まだこの世にないんだよ。お前すごいな、結婚して子供もできて。やっぱ変わったよ、なんか貪欲になった。あと5。すごい仲。覚悟決めたからな、この仕事で家族と生きていくって。てかお前も変わったよ、なんか。やっぱ一緒にやるんだったら同じように根性あるやつやりたいなって思って。だから一緒にやろうぜ後藤。自分が一番苦しい時に離れないでいてくれた人たちを大事にしてください。よろしく頼む。おい、そういうことなら俺も推薦したいやつがいるんだ。どんなやつ？仁川ってやつや。仁川は俺と同じ事務所、結構頑張ってるやつで自分で脚本書いてました。2人でショートドラマを撮って TikTok とか YouTube で上げてる。すごいっすね。そこに挑戦する人って案外少ないのに。いつかっていつですか？そのいつかはいつ来るんですか？痛いと言って何もしないやつの方が。お二人一緒に映画作りませんか？信用できるの？後藤君しか知らないけど彼が誘うなら大丈夫だと思う。
この人うちの事務所で一番ちゃんと頑張ってる人です。その点に関しては信頼できる。じゃあいいか、言っときますけど俺泊まってる暇ないんで。約束泊まっちゃったことないんで。あんたらがくだらない連中だったら俺すぐ降りますから。はい、俺もそういう人と一緒にやりたいんで。じゃあせっかくなんでチーム名でも決めますか。おお、いいっすね。なんかどう、今帰ってるって。それはわかるけど、先に脚本完成しないとロケ地探しようないし、キャスト何人いるかわかんない。あーもっと余裕持って、もう圧倒的に人が足りてない。だからもっと余裕持って設定しようって言ったじゃん。それぞれ事務所の活動とかもあるから、スケジュールゲットを抑えて一気にやろうってことだ。そうだけど、ね、あ、やっともに、あ、もっと志村さん、あ、もっと、うわぁ、ごめん、そろそろ帰んないか、子供風呂入れないといけない。子供じゃ収集できないか。もう無理だよ今日、意味ねえよ。ああダメだ、何すごい、今日も何も進展しなかったな。考えてみれば昔に比べてすげえ前向きな悩みだったわ。だな、昔は腐ってたからもっとどうしようもない状況だったし。あ、俺たちは俳優だ、だからこの道で一生泣いて笑うって決めたんだ。悩んで立ち止まっちまうくらいなら歯を食いしばってでも進む。それで迷子になるならそっちの方がまだマシだ。大事なのはできるかどうかじゃなくてやるかどうかだ。答えのない日々には覚悟を持って挑むんだ。どれだけ辛くても一歩一歩登っていく。もっと上のステージで咲き誇るまで足は止めない。もっと進む、まだいける。こんなところで終わってたまるか。まだまだやれるさ。リス、リス、どうぞ。次何だろう。はい、楽しかったもんな、しなくて。やったー、ちゃんさ、みんなつけるから、これだったね。やったー、超大変なんだもんね。甘いもん、学校来んなよ。そんな夢、叶うわけないじゃん。やっぱり、私が女優になんて。お疲れ様。お疲れ様。もうこういうファミリー的な舞台やっちゃダメだからね。え、なんです、なんです。だから時間の無駄だから。結成して何年だっけ。3年目。3年目か。こっからが勝負ってことでしょ。もっと上に上がりたいんですよ。はい、だったらこんなうちうちのイベントやってる暇あんの、あんのか。悲しい。どうなんでしょう。どうなんでしょうね。あんを大事にっていうそのお気持ち。四ツ谷さんへいつも元気もらってます。後藤さん好きです。皆さん推しです。あなたたちを応援させてください。ちょっと、何でもなかった俺たち、俺もついてきてくれたんです。そうです、安田さんもいつも盛り上げてくれて、これまでも勝手にやっててくれたでしょ。だからこれからもそれでいいんじゃない。そんな態度じゃみんなどんどん離れていきますよ。いいんじゃない。どうぞ。だけど、数が意外とこう、売れてる感演出できるな。そこはな、確かに。そういうこと言ってるんじゃなくて、優先順位って言いたいんですよね。ピンポーン。いや、あんたらさ、自分のために芝居やってるんでしょ。あ、違うか。誰か一人でもさ、ファンのために芝居したいって思って俳優始めたやついんのかよ。ファンのために俳優になろうと思ったやついんのかよ。いねえだろ。嘘つくなよ。まずは自分だよ。自分たち。そっからでしょ。言いたいことは分かりますけど、これはこう応援してくれるファンのみんなのためにならない、ならない、ためにならない。誰かのためにならない。人は他人の力にならないの。ん、誰かのために。うそつけ。俺思うんだけどさ、本当に自分を助けられるのは自分だけなの。あんたらがさ、一生懸命劇場でこうお芝居して、それが誰かのためになるなんて無理、無理。そうですかね。そうですよ。はい、ということで自分のために全力出して頑張りましょう。じゃあ
どうぞ、うちうちのイベントが待って。わかりました。じゃあ、やめますわ。津田君とことの業務提携、俺らフリーでやってきますから。は？あんた俺たちがなんで今回この話を舞台にしたか分かってないみたいな。何言ってんだよ。全力ごとき出すのは当たり前なんですよ、仕事なんだから。でも俺たちの 100% を 120% にしてくれるのがファンのみんなの力なんですよ。苦しい時、辛い時、それでももう一歩前に進ませてくれる力くれるのがファンのみんななんですよ。私頑張るから、いつも支えくれてありがとう。毎日光をくれてありがとう。気づけそうな時、背中を押してくれてありがとう。辛い時に何度だって立ち上がらせてくれてありがとう。法的に見てるだけだけど、あなたたちは私のヒーローです。力をもらってるのは僕たちです。ありがとう、本当は俺たち。なんでおまけみたいに考えるな。俺たちこんなとこで満足してちゃダメなんですよ。でも5人ならできると思うんです。あ、いや6人か。カズさん。何？負けない、私は負けない。負けてやるもんか。はあ、私は夢を諦めないよ。女優になる。そしたらいつも元気をくれてありがとうございましたって、今日諦めない選択をくれてありがとうございましたってあなたたちに伝えるんだ。俺ら本当に本当にいろんな人に助けられてここまで来たから、今度は俺らが誰かの頑張る力になりたい。だから私の夢の邪魔をするな。早く戻っておいでよ、カズちゃん。うるさい。あんたなんか、わかる？ねえ、よいしょ。カンカン、カンカン。面白かったね。ねえ、やばかった。頑張ろうかなって思った。じゃーん。やばい。待って。やばい。ちょっと、ごめん。一緒に見に行こう。ごめん、ごめんね。全然いいよ、母さん。一緒に頑張ろう。私も負けないから。私も負けないし。